とやばい、マジでお腹空いたんだけど。充電大丈夫？あ、わかんない、どうする？モバイルバッテリーさしながらやる？モバイルバッテリーある？あるけど、なんかあるんだけど線がカスなんだよね。線ある？線？あ、線ある。え、ある？うん、あ、すごい。え、じゃあ普通にここ刺してさ届かなくない？え、あの、延長コード、延長コード。ああ、おはようございます、クルスルナです。とさきです。イエーイ、北海道の友達です。イエーイ。今日はですね、ここにあるものたちを食べながらインスタグラムで募集した質問に答えていきたいと思います。イエーイ。では行ってみよう。はいはい、はい、じゃあまずですね、買ったものをちょっと紹介していこう。じゃあまずですね、こちらピザハットで購入しました特有のプルコギと4種チーズのホルマッチ、こちらが3240円です。はい、3240円。はい、よし。次、こちら、こちらがマックゾーンですね。ダブルチーズバーガーと、あ、ダブルチーズバーガーのセット、チキンマックナゲット、エビフィレオのセット、チキンマックナゲット、ポテトの L サイズと、バーベキューソース、マスタード、ケチャップとスプライトと野菜生活です。こちらが全部で合計1520円。次、ミスタードーナツがエンゼルクリームボールのドーナツポップ、全部エンゼルクリームが1つと、全部ゴールデンチョコレートが1つと、全部これ何、ストロベリーボールと、これもエンゼルクリームとゴールデンチョコレートのポップと、ホンビ黒糖フレンチクルーラーハニーチロダブルチョコレートストロベリーリング、全部で1654円です。1654円。はい、こちらは以上、残りお願いします。そして、はい、タピオカ、はい、タピオカ黒糖ほうじ茶チーズティーと黒糖パールミルク2つで、はい、1280円。お、1280円。え、超お腹空いた。じゃあ朝から何も食べてないんだよね。これ何ご飯なの？今4時ぐらいじゃない？何ご飯？4時ぐらい。やば。4時半。で、ケンタッキーが、はい、これクリスピーが4つ、はい、とコーンサラダスイートサイズ、はい、2つで1380円。はい、1380円。で、最後、はい、ローソンで、はい、トクちゃん、はい、トクちゃんのジャスミン味じゃんと、あと何買ったんだっけ、これグレープフルーツのやつ、オレンジ2つ、4つで854円。はい、854円。全部で1024円です。すごい、1万円企画。では早速食べていきたいと思います。イエーイ、イエーイ。何から食べたい？え、やばいね。とりあえずタピオカ飲みたい。じゃあタピオカで乾杯しよう。いいよ。乾杯。乾杯。イエーイ、嬉しい。これは何、どこ？琥珀。琥珀、いただき。琥珀ってさ、北海道にしかないのかな、いっぱいある。うん、うんうん、硬っ。私18歳なんですけど、この子は3月で19歳。うん、バイト先が同じで、その頃からね、めちゃめちゃ食べてたよね。うん、やばい。じゃあバイト始めたのいつだって？さっきが高2とか。あ、そうなの？私高1だったから3年間も仲良しだよね。3年間。うん、じゃあそんな感じでちょっとインスタで募集した質問に答えていきたいと思います、うん、何、どれにする？選んでいいよ。え、いいの？じゃあ交互に選んでいこう、うんうん、いいよ。じゃあ、話したこともない男子を好きになりました、どうしたらいいですか？にやけてしまう。やばくない？なんでさ、逆に話したことない男子好きになる？顔かっこいいんでしょ、それだけ。どうすればいいんだろう。まずは、まず話しかけることから始めないといけないよね、うん、友達経由で話しかけるか、うん、インスタ探して、フォローして、DM して、うわ、やってる。で、LINE 交換して、電話して。やってる、これは。もうやってるよ。まずインスタからだね、うん、インスタが一番つながりやすいから、インスタからDM して LINE 交換して話すことをおすすめします。おすすめします。はい、じゃあ次。 OK、 今日よ。最近好きだと気づいた子が彼女いました。やん。なのに自分に可愛いとか好きとか言ってきます。うわー、いるわそういう男。でもさ、うん、彼女持ちなのに彼女以外の、いや、なんかどういう可愛いかだね。いや、お前ほんと可愛いなみたいなさ、なんか年下っぽい可愛さってこと？めんこいなみたいな。そう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 。だったらさ、別に許せるけどさ。え、許せない。え、
さ、うるさいんだけど。ちょっと待って、私ちょっと言いたいことがある、うん、なんかさ、私別にさ、なんか嫉妬とかあんましないんだよね。なんか彼氏が他の女に可愛いって言ってようが、うん、他の女の子と遊びに行こうが別に何とも思わないのさ。余裕ですよ。いや余裕。何、逆にさ、どっからがさダメなの。どっから、何から、何から嫉妬。さっきは相手によってめっちゃ変わっちゃう。うん、あっちが何も気にしないよみたいな人だったら別にさっきも仲いい友達と遊ぶし、うん、あっちも遊んでいいよってなる、うん、でなってた。そうそうそう、けどあっちがすごい嫉妬してて、なんかもうさっき大好き、さっき大好きみたいな感じだったらさっきもそうなっちゃう。うーん、グループで遊ぶときにさ、うん、そこに女の子がいるのは、あ、それはいい。さっきダンスやってるから、うんうん、それに男の子いたりするからそういうのは全然いい。あ、二人っきりは、二人っきりはご飯、ご飯、なんかあんたがするんだったらさっきもするからねって思ってなんかその嫉妬、まあ先にダメって言ってるのにもかかわらず自分は行くよとかなったら嫉妬とかじゃなくても怒り、うんうん、はって思うけど、なんか自分がされたくないことはするなよって思っちゃう、うん、だからまあそりゃそうだね、そうそうそう、人間として。で、なんだっけ、嫉妬でもそんな男やめた方がいいってことだよね、うん、最終的には。そういうこと、うん、最終的にはそういうこと。もっといい人がいるっていうことでしょ、うんうん、何したらさ浮気なの。浮気ってどっから浮気なの。隠したるわけじゃない。あ、じゃあさ、うん、逆にさ女の子と2人でご飯食べに行って、うん、なんかチューしちゃいましたっていうのもさ言ったら浮気じゃないってこと。深刻し粘膜触れたら浮気だね。バレないならいいんじゃないって思っちゃう、うん、やるならバレないようにしてって感じ。めっちゃわかる。けどバレたら終わりだよって感じ、うんあ、これめっちゃ多い。肌荒れが最近すごすぎて悩んでます。うーん、あのこういう食生活をしないこと間違いないね。もうどうしようもなかったら、うん、皮膚科に行くことをおすすめするし、うん、スキンケアで何か探してるんだったらキールズを私はおすすめします。はい、だってでもさっきめっちゃ肌綺麗だよね。さっき全何もしてない。いや何もはしてるけどあの本当にしてない。無印、無印、うん、でも無印も結構いいって聞くよ、うん、しかもそれを始めたのも2ヶ月前くらい、なんか女子力上げようと思って。難しくないけどでまず化粧水形から入った、買って、うん、でもマジこういう食事しないっていうのが一番大事、うん、はい、次、はい、次、はい、はい、22歳に恋した17歳です。私の気持ちを相手は知っています。辛い、告白する勇気をください。頑張れ。22歳に恋した17歳ってさ何歳さ、5歳さ、最高でさ何歳のさ、あ、なん、あった、今まで、うん、に、うーん、そんな年上ってちょっと、うーん何でもいいよね。うぜあの、え、あのあれだよね、ん、ちょっとピーしてね、あのそうそうそう、あの人2個目なの。待って、わかんない、あれ2個上誰だったっけ。あの人ですか、うん、あの人ですか。ちっこい5歳は、うん、え、でもさ、待って5はいけんじゃない。でもさ、17歳と20歳超えてるのってさ、どうなの。法律的にはダメだ、ダメだけど、なんか親の了承がいてればかみたいな感じじゃないの。でもなんか告白する勇気って言ってたからね、どうなんだろうね、うん、さっきはなんか、あ、これ絶対に付き合えるって思った時しか告白しない。うーん、あ、この人絶対自分のこと好きって思わないと告白できない。うーん、告白してみようって思ったんだったら全然していいと思うけどね。なんか、うん、年の差があるから付き合えないとかそんなのないじゃん、うん、だから全然いいと思う私は。うん、さっきも頑張んな、頑張んなって。それで失敗してもね、あと大丈夫、いい男がいるさ、まだまだいるから。次、はい、これも結構多い。別れて1ヶ月ぐらい経つんですけど元彼のことが忘れられません。どうしたら忘れられますか。別に忘れる必要ないんじゃないかなって思っちゃう。私逆だわ。え、もう別れたら別れたで
もう LINE とかもブロックして、インスタもフォロー外して、だからもう連絡手段も全部断って、なんか私めっちゃ引きずるタイプなんですよ。うん、引きずってたよね、なんか。そう、引きずるタイプだから、もうそういうなんか連絡、自分から連絡する手段を全部切って、うん、ぶっちゃけなんかその人しかいないわけじゃないから、実際、うんうんうん、なんか恋してる時とか別れた時ってもうその人しかいないとか、うん、絶対思うのさ。めっちゃわかる。マジで思う。なんかもう、絶対この人しかいないし、この人よりいい人いないと思う。そう、この人が私にとって最高って思うかもしれないけど、うん、絶対もっといい人いるから、多分勝手になんかまた恋してもうどんどんね、うん、もう記録超えてどん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 更新していくと思う、私は、うん、あれだよね、落ちるとこまで落ちるのも大事だよね。うん、もう極限までも落ち込みまくって、まあなんかいいことあったらちょっとさ、ルンってなるじゃん、うん、友達なんかそれを救ってくれる、そう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 、かっこいいメンズがいるかもしれないから、そうそうそう、そうだね、うん、時間が解決してくれるのを待つっていうのが一番。それか新しい恋を始める。だってさ、忘れられないって自分はまだ好きってことじゃん、うん、自分がその人のことそんなに好きなのにそれを分かってくれてないんだから、そう、その自分の愛情を分かってくれる人は絶対いる。次、うん、いきます。好きと依存って同じだと思いますか？でも私、好きになったらめっちゃ依存するタイプの人間だと思う、うん、それが一番いけないんだけど、うん、なんか付き合ったらその人のために学校を頑張るとか、その人のために仕事頑張るとか、なんか帰ってきたら電話するとか、もうほぼ毎日 LINE してるとか、それってさ、もうその人にさ依存してるじゃん。その人が、それっても依存？だってその人がいなかったらさ、何のために頑張るのってなっちゃうね。なっちゃう。だってその人がいなかったらさ、電話してる時間って空っぽの時間になるじゃん、うん、だからそれってもう依存じゃない？だってその人がいないと頑張れないんだもん。そっか。そしたらもうその人に依存してるってことじゃん。そっか。でもそうやってなんか付き合っても、うん、なんか全部を、あ、全部の時間を相手と共有するんじゃなくて、自分の時間は自分の時間みたいな、一人の時間は一人の時間ってできる人が長続きすると思うし、うん、別れた時にも落ち込まない、落ち込まないっていうか落ち込むとは思うけど、そんなに引きずることはないと思う。前に進めそう。それができるのが一番いいんだけど、無理、私はできない。あくも無理。付き合ったらもう毎日電話するし、毎日 LINE するし、その人のために頑張るし、うんうん、ってなっちゃうから。それが普通じゃない、うん、いやもうそれが普通だと思うけど、それがこうやってさ、なんか過度にっていうかグレードアップしていくと、もうメンヘラみたいになっちゃうから、うん、なんかその距離感保つのは結構大事だよね。浮気されたのにさ、何回も何回も許してこの人しかいないと思ったりしてるのは依存だなって思っちゃう。うん、だから好きと依存は違う。違うけど、好きになったら依存しちゃうよね。でもやりすぎは良くない。うん、はい、次、うん、付き合って2ヶ月半の彼氏の誕生日プレゼント何がいいと思いますか？結構さ、プレゼントってさ悩まない？しかもさ、うん、月日によって変わんない？なんか、うん、1年経ってる誕生日とかだったらなんかちょっと高めの財布とかでもさいいじゃん、腕時計とか、うんうん、でもさ1ヶ月とか2ヶ月とかってさ、うん、一番むずいね。付き合って最初の誕生日とかだったらさ、うん、なんか最初に渡すものだからさ、最初からレベル高かったらさ、どんどんハードル上がっていくじゃん、うん、逆に何あげたことある？何あげたことある？誕生日プレゼントとか、うん、今までってこと？うん、記憶にないな、そんなやば。何あげたっけ。なんか違うの、さっき行事ごとの時に彼氏がそんな言ったことの、誕生日とか。それこそ、うん、何がいいんだろうね、最初の誕生日の時のプレゼントって。何あげた？私あげたこと、私ね、蜜着体質なんだよね。やばいの、そうだそうだそうだ、私マジで蜜着体質だから、もう何でもしてあげたくなって、本当にね、なんか付き合ったらもう何でも買ってあげたくなっちゃうし、何でもしてあげたくなっちゃうのさ。それが良くないんだけど、でも付き合ったばっかりの誕生日でも何でもないクリスマスプレゼントでドクターマーチンのあげてたね、お揃いあげてたよね。だから2つ合わせて97万とか。何ヶ月それ付き合って？1ヶ月じゃない、ってないよね、半年も行ってない。しかもさ、そのプレゼントあげた直後から結構すぐ別れたよね。そう、
プレゼントあげて別れた。よくないよね。それさ、うちらさ帰り道のさ坂の上で話したよね、うん、いや本当に言えるけど最初に高いものあげるのはよくない。よくないと思う。本当によくない、うん、でもなんか別れること前提で付き合うのもよくないと思うけど、いや本当にね、さすがにドクターマーチン2足はもったいない。バカだよね、うん、それでも自分に使った方がいいと思う。バカになっちゃうのさ。でも喜んでる顔見たら、あ、買ってよかったなって思うよね。わかるわ実際ね。でもなんだろうね、最初だったら何がいいんだろう。やっぱり靴とか、あのそんな高くない靴、スニーカーとか、うん、軽めのコンバースとか、うん、バンズとか、うん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 、ナイキとか1万以内じゃない。うん、いいかも。一番いいと思う、うん、スニーカー、うん、予算は1万以内で、うん、うちら1時間経ってこれってやばくない。1時間経って、え、結構食べたよね。え、食べてない、うん、食べてない。だってハンバーガー2つなくなった、ピザ半分なくなった、ドーナツ何個かなくなっただけで、多分これ半分もいってないよ今。腹何分目ちなみに。うーん、5。ああ、うん、結構ゆっくり食べてるからね。うん、私まだ3。いけるわまだこれは。これいけるわ。いけるいける。さっきあの9から10まで長い人だから。ああ、ああ、分かる分かる。でも私3から10まで秒だよねえ。3から10秒だったらもう終わりじゃん。もう終わり。でもまあ全部食べきるとは言ってないから。え、そうなの。うん、だって好きなだけ食べればいいんだもんね。うん、あ、そっかそっかそっか。でも残したら持って帰って、うん、ちゃんと食べる、食べれてるところを動画に撮って私に送って。あ、オッケー。あ、行くね。いや、明日デート行くんですけど、可愛い系だったらどんな格好したらいいと思いますか。でもさ、こればっかりはマジでさタイプによるよね、うん、でも可愛い系って言ってる。あ、うん、ワンピース、うん、短すぎず長すぎずなワンピース、いいね。うん、なんだかんだワンピースって一番受けよくない。うん、しかもさ、もともとセットに繋がってるじゃん、もう。うん、だから下と上の組み合わせ変だよねとか思われなくない。確かに、もうだってこれなんだもん。うん、ワンピースだわ。確かに迷ったらワンピースだね。うん、間違いないわ。ワンピース、ワンピースをおすすめする。でもなんかさ、遊園地とかにワンピース着てくる女の人はちょっと意味わかんなくない。うん、動く気ないやろって思われるよね、うん、確かに。なんか動きたいね、デート、うん、どこ行きたい。デート車でしか行けない場所に行きたいと思った。うん、やっぱさ免許持ってる人いいよね。うん、夜景とか、うん、湖とか、なんかちょっと遠いとこいいねに行きたいって思った。いいわ。温める、ナゲットとか一回。うん、ピザとかポテト食べた。うん、うん、me too。 ふぅ、ポテト死んでるわ。食べてみ。やだ、お願い。うん、だってもうなんか見た目からしてやばいもん。やばい、ポテト脂肪。匂いは変わってないから。うん、しかもまだタピオカ入ってる。うん、最悪。なんでタピオカ入ってる時にポッツ食べたの。食べてって言ったからか、うん。ねえ、ねえ、何、どうしたらいいじゃん。うん、これにさ、この動画さ、うん、日本に分けるわ。日本分投稿する。あ、ありだよね。前回の続きつって、うん、つって